月曜日と火曜日の食事を紹介したいと思います。大会まで残り6日ということでですね。今日の食事なんですけども、ミドルカーボ最終日、明日からローカーボということでですね。ミドルカーボ最終日は朝ごはんに白米、納豆、卵、キムチ、そしてプロテイン。飲んで、2食目羊羹とプロテイン。トレーニング終わってから、白米 250g に胸肉、ほうれん草、エリンギ、キムチを使ったキムチの炒め物。味付けはキムチと塩コショウ ですね。その後、プロテイン一杯と、コーンフレーク 20g と、さつまいも 150g 食べて、で、今、レバーと、もやしと、ほうれん草と、えのきと茄子、ナス。 を一緒に塩コショウのみで炒めた炒め物を食べました。カロリーはこんな感じです。少々じゃね、かなりいい状態ですけども、ローカーボン3日間でどうなるのかっていうのもちょっと見ていきたいなっていうところですね。ここでどう変わるのか、この1週間で一気に見た目もね、水分量とかも変わって、大会のコンディションっていうのが変わってくると思うので、気を抜かずに全力でいきたいと思います。えっと、木曜日大会3日前になります。撮ってなかったのでちょっと紹介していきたいと思います。食事。火曜日 水曜日とローカボということで今ローカボ最終日なんですよ頭回ってない <laughs> だから火曜日はオートミール 80g と美味しいプロテイン1.5杯分で豚肩ロース 200g と野菜たちを一緒にピンクソルトと塩コショウで炒めたものを食べて卵あと6つと最後にアボカドと胸肉で昨日水曜日がえっと卵一つ減らした 卵5個とちっちゃいチーズ昔からあるあのチーズを2個食べましたでカロリーはこんな感じですね火曜日がこんな感じで水曜日がこんな感じですで今日は YouTube のライブなどもあるので会社に来ているんですけどもまあオートミールから今スタートしてますはいこれ食べてちょっとねコンディションもね今日ライブの時に撮ろうかなというふうに思うので3日前のコンディションをぜひまた見てくださいはいということで 大会まで残り3日ということでラスト僕のコンディションを紹介していきたいと思います。今ですね、こんな感じです。だいぶ変わってきたんじゃないかなと。最後に撮ったのと比べたら全然違うんちゃうかなと思います。ポージング撮ったりするとこんな感じです。今日がローカーボー最後の日になりますので明日からハイカーボー、ハイカーボーの 大会で、ここで水分の量、塩分の量っていうのを調整していくので、見た目はまだガラッと変わると思います。あとはカラリングでね、色がめっちゃ黒くなるんで、この凹凸もさらにはっきりとするんじゃないかなと思います。 はい、ということで、えっ、ー、と、木曜日がね、撮ってなかったんで、木曜日はですね、ラスト、ローカーボーということで、胸のトレーニングを最後やりました。食事としても、水曜日とほぼ一緒ですね。チーズ2つ、卵5つを完食に、朝ごはんはオートミール、美味しいプロテイン。で、2食目が、胸肉とアボカド。そして夜が豚肩ロースを使った野菜炒めです。 昨日からですね、カーブアップということで、炭水化物は 700g ぐらい取ってますね。カロリーこんな感じなんですけど、昨日はコーンフレーク、そして餅、蜂蜜、ジャム、あんこ、カラー。 取りましたあとはですね、みたらし団子とゴザソロっていう回転焼きで食べて、本日カバーブアップラストデーなんですけど、もうバナナと餅とあんこ、ジャム、これらだけでいってます。で、バナナ結構食べてるようにしてて、で、あと水分量ですね、合計2リットル今日はとっているんですけど、151.5リットルは水で500ミリは蛍光補水液。 で、蛍光保水液以外の塩分は取ってません。ちょっと軽いね、プチ塩抜きみたいになってるんですけど、明日ね、6時までに水2リットルも飲み終えて、6時から今、10時ぐらいなんですけど、水飲んでないですよね。10時半とかかな。で、今、コンテストブラック塗り終わって、昨日1回夜塗って、朝に2度塗り1回。で、今、2度塗り2回目終了して、合計5回塗ってるって感じですね。調子してもかなりいいんじゃないかなと。今、こんな感じなんですけど、さらに水が抜けると思うんで、明日の朝はまたね、 白米とステーキ食べて、そっから会場に向かおうかなと思ってます。で、明日はですね、しっかりとステージを動画撮ってもらえるということなんで、頑張りたいと思います。僕がやれることは全力でやりきれたんで、あとは楽しむだけです。楽しんで明日を迎えましょう。